こんにちは。プロシャチクとサイコパスの部屋にようこそ。ここはプロシャチクとサイコパスの2人が皆様からお寄せいただいた仕事や人間関係など様々なお悩みについて語り合う部屋です。こんにちは、のざのざです。こんにちは、アシスタントのマサです。本日もよろしくお願いします。マサさんですか <laughs> こんにちは、アシスタントのマサです。本日も。 よろしくお願いします。いや、あの、はい、2>, 2回言われてもあれなんですけど。<laughs> <laughs> そうね。上水さん,んですよね。松田くんが、松田くん風邪ひいちゃって。あらあら。そう、あの、熱が出ちゃったってことなんで、まあね、オープニング代わりに読みますんで、休んでくださいってことで今日は、あの、雑談会なんですけどね、お二人でやっていこうかなと思ってます。はい。よろしくお願いします。お願いします。 もう今日はね、ふ普段のこの雑談会っていうか、回は、割とお便り、いろんなお便りにお返ししていくっていうスタイルが多いんですけど、今回はね、あの、物議を醸した、ヤビさんから、ね、ありましたね。野沢さんに入れ替わる過程ですごいコメントが荒れたっていうのがあったんで、なんかそれについてね、もう一回、まるまる使ってね、あの、振り返っていきたいなと思ってるんですけど。へえ お詫びと反省も込めて。ね、<laughs> 悪ふざけが過ぎましたということでね。<laughs> お騒がせいたしました。あの、別にお叱りを受けたわけではないんですけれども、単純にコメント量が非常に多くて、40件ぐらいですかね。あの、ツイッター、まあ、ゲン、X と、あとは、スポーティファイの方にもコメントをいただいたり、あとは我々が所属しているディスコードチャンネルがあるんですけれども、まあ、まあ、ひる塾の、 チャンネルですとか、そういったところでもコメントをいただきまして、とうん、うん、お騒がせしたので振り返りをやりましょうと。そうですね。こすまあ普段の、だから何ですか、4倍ぐらいコメントいただいたんじゃないですか <laughs> そうですね。ですね、えー。ちょっと、まあ、あこんなに反響が来るとも想像してなかったんですけれども、内容もですね、うん、想像を超えて、ちょっと、 個人的に恐ろしいことが起きてしまったなというふうに思ってるんで、ちょっとこれをですね、今日私から説明をさせてほしいなと思っています。環境についての分析会みたいな感じなですか、ねはい、そうですね。なるほどはい。なるほど私なりにちょっと分析をしてみました。はいはい。あ、そうそうそう,そう、分析の前に、あれですよ。はい、なんであんなことになったのかもちょっと説明しないといけないです <laughs> <laughs> 僕たちも簡単にね。 まあまずは、そのヤビさんがもう出れない、出れないというか、忙しいから、もう公認を用意してますというか、もう公認指名しますみたいな感じで、取らんのかいみたいな感じで終わっちゃったんで、これ、すべてね、ヤビーさんのせいですね。そうですね。<laughs> いつかね、閉じ締めてね、やりたいと思ってますけど。うんうんねまあ、まあそこがまず、絶対にあのどうしようもなかったラインで、<laughs> じゃあ、その公認で野澤さんが決まって、どういうふうに、じゃあ、この突然変わるのを、あのー、 やるってもう普通にあの忙しくなったんで交代で新しく来ましたっていうね普通の挨拶とをして入るみたいなパターンもあればはい、はい、みたいないろ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 話し合った結果もうヤビーさんなりきるっていううのでこ最初はねあのこれあの私が提案したんですけれどもうん、うん、最初はもう次の回でネタバラシをすることもなくうん、うん、ずっと何の説明もなくしれっと変わり あの、いつの間にか私がヤビになってるっていう世界線を実現しようとしたんですけども、うんうん、あの、構成を担当してくださってる相場さんからですね、あの、大変良心的なコメントをいただいて、あの、ファンがいるんだからと。さすがにそれはっていう。あのうね、非常に良心的なコメントが入っ,っ,っあ、さんはそうでしたね。<laughs> もう、ヤビとしてやっていくぐらいの感じでしたもんね、<laughs> ずっと。そう。うん、襲名性にして、もうそれでいいんじゃないかみたいな感じで。や、ヤビという。 その概念を継い,でいくみたいなそんなことを言ってたんですけどね <laughs> 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 そうだそうだそれがボツになってじゃあ普通に挨拶しますみたいになったけどなんかそれもそれでなんか面白くないねみたいになって折衷案じゃないけどじゃあ1はもうそれをやってその次でネタバラシ的にやってみようかみたいなのがまああの一連の流れだったってことですよねそうですね、うん、でそれも反省点としては 初回にヤビさんと誰も呼ばないっていう <laughs> <laughs> ことがありまして、ね、2>, 2回目まで引きずって途中でバラすっていうね、うん、あの、慌ただし、あの、バタバタしながら決まったので、あんな感じになりました。ギャグっていう感じがわからない感じでしたね。<laughs> 僕たちがヤビさん、ヤビさんとかって言ってたら、<laughs> もうちょっとギャグっぽさが、ね、そうそう引き立ってたんだけど、1回も呼ばないから、どういうこと、うん、みたいな。<laughs> 触れちゃいいけないんだみたいな、この人たちですら、触れちゃいけないんだみたいな感じになってましたもん。<laughs> <laughs> というのを踏まえて、いろんなコメント、40件近いコメントいただいたものを、野沢さんが分析した結果が今日聞けるということなんで、はい、よろししくお願いします、はい、そんな空気でやってしまったがためにですね、はい、あのいたずらで、我々としてはやってるんですけれども、うん、いたずらだって分かってる人と、そうでない人と、 もう全く気づかない人みたいに、うん、まあいろいろ分かれるんですけど、まず、あの、説明の順番として3つ大きく分けることができるなと思うので、その順番だけ最初に、えー、ご紹介します。はい。まず最初に、あの、2代目の正体、あの2代目はのざのざだということに気づいた人っていうのがいます。で、次に全く気づかなかった人も実はい、い,いまして。入れ,<の>入れ替わったということに気づいた入れ替わった。 ってるってこととにすら気づかなかなた人が実はいるとで、その間に3番目のカテゴリーとして、人が入れ替わったことには気づいたとっていう感じの人がいるんです。で、この3つがさらにあの2つから3つに分けられるんですけれども、まず、その正体に気づいた人がどういうふうに振る舞ったかをご紹介したいと思います。はい,はい。 この、まあ、正体に気づいた人たちは当然あの、新ノザノざのざで,ですね、声を知っていて、うん、あの、普段からやりとりがある人たちなんですけれども、うんうん、普段の絡みの多さに応じてちょっと反応がまた変わってまして、一つはですね、あの、あ、こいつらのいたずらだなと。もう、これをやるのは上水さんとノザノザのですね、あの、いつもの悪ふざけの延長だなというのが <laughs> <laughs> の、分かった人たちが、ま、いますと。で、代表例としては、あの、 X に投稿してくださってる、ミチさんのコメントなんですけども、うん、私があのふざけて、うん、ヤビさんマイク変えたっていうふうにツイートしたんですけれども、うん、ミチさんがいやいやマイクじゃないでしょ、これ。誰か何か言いましょうよって気づいてるっていうのを匂わせながら投稿してくれたんですけども、普段からやりとりしてるんで、ノリがわかってる。うんうん、まあ、いたずらだと気づいて、まあ、そこにあの、乗ってくれた人たちですねで。こういう悪ノリをする人がいる方で、 あの、私の声は知っていて、正体は気づいたんだけれども、ちょっと、あの、いたずらなのかどうかわからなくて、えー、触れていいのかわからない人もいましたと。二つ目のパターンで、たまさんがその先ほどのみちさんへのリプで、行、うん、ったらいけないやつかとってコメントしてくださってたんですけど、<laughs> <laughs> あの、そういう、あの、気を、気を使わせてしまったっていうことがあったりしてですね。 まあそういうのもありました。あの、いたずらなのか、シリアスな理由があるのか、判断できかねえたと。そうです。だったかなと思います,す、ね。なんかね、理由全くわかんないですもんね。突然だからね。全く触れない初回が終わった直後なので、これ、ど、どう捉えていいのっていう素直な <laughs> 感想かなと思います。この所属コミュニティとかがちょっと違ったりするんで、普段のやりとりがちょっと違うんで、うん、空気を読んだ対応どちら、 もう、えー、してるんだけれども、その、読んだ空気がちょっと違うみたいな。そういうのでもですね、正体が分かっても、この、読む空気の対象が違うみたいな、違いがあって面白いな、と思いました。一切口止めをしてないのに気を使って、いたずらだなって思っているがゆえに、まあ、いたずらだから、あの、協力してあげようみたいな感じで、直接的な元気はしない,いう <laughs> そんな感じの。 たんが、まず一つ目の、うん、の正体に気づいた人たちの反応です。はい。で、二つ目が、の、入れ替わったことにそもそも気づかなかった人たちっていうところなんですけども、うん、これは、あの、普通に、通常回同様にコメントをくれた人がいて、例えば、私の話の時間さんは、あの、これは、あの、モグさんからのお便りで、家事のお話でしてね、あの、うん、旦那さんが、 あの、電気を消さないとか。うん、そういうのに、どう注意したらいいかとか、どう許したらいいかとか、そういう話だったんですけれども、うんうん、上水さんの実体験を元にしたあコメントについてす、めちゃくちゃ感情移入した回でしたっていう感じで、普通のコメントは読ませてくださった。気づきを得てくださったわけですね。その内容でね。<う>うん、理想的なリスナーみたいな、うん、感じそうありがたい。ありがたい。うんうん <laughs> とあとはですね、ちょっと私が急遽だったので、あの手持ちのすごく質の悪いマイクで参加しちゃったんで、音声が曇ってたんですよね。うんうん、で、単純にマイクの音声の問題だと思った人もいてですね。さやかさんという方が、うん、ヤビーさんの音声がいつもより曇ってるから、音声合成ソフトで喋ってる感出てて、プロシャチクマシン感出てて良い,ていうコメントま。<laughs> <laughs> これも全く、あの、入れ替わってることに気づかないコメントそんなことあるって思うんですけど。どうなんでしょうね。うん、これはこれで素晴らしいコメント。<laughs> 気づかないパターンってやっぱあるのかなこれは本当に気づいてないのかなこれはですね、あの、最初のコメント、最初のツイートがこれだったんですけども、はいはい、お二人ともしばらくした後に、はいはい、あれなんか入れ替わってる可能性もあるぞ、みたいなツイートをしてて、うんうんうん なるほど。最初のツイートした時点では、お二人とも、確実に気づいてないっていうことは確認できてました。面白い。で、あの、素,素朴な感想ツイートしてるだけなので、うん、あの、何の害もなさそうに見えるんですけれども、この人たちが存在することによって、後で非常にかわいそうな事件が起きます。<laughs> そうなんだ。<laughs> それを今回説明したいなと思って、あの、すいません。ちょっとここまでは前を聞い言っいてはなんですけど。はいはい。 もうしばらくお,お付き合いください。はい。で、三つ目の大きなカテゴリーで、人が変わったことには気づいたよっていう人たちがあります。うんうん、で、この人たちもいくつかのパターンに分けられまして、一つはですね、素直に違和感を表明する人たちっていうのがいました。うん、これあの、特に多かったのはス、スポティファイのコメント欄に投稿してくださった人で、普段あのコミュニティとかで普段やりとりがない、うん 方たちだと思うんですけれども、空気があ読む必要ないのからかもしれないんですけれども、率直に、ヤビさん、別の人の気がしましたけど、みたいなコメントをくださっていると。いはいはい、ちょっと面白かったのはですね、EI さんっていう方が、あのうん、社畜ヤッピーさんは答えの名前じゃなくてカテゴリー名中身は都度違うから気になって内容が入ってきませんでした。<laughs> いろいろ惜しいコメントを。うん。都度違うって。過去もずっと変わってたということを疑い始めてるの答えの名前じゃないっていうのは、その、うん、最初私がやろうとした概念を襲名していくみたいなことを、うんうん、あの、非常に近いところを言い当てていて、面白いです。すごいですよね。鋭いですね。鋭い。<laughs> 特に、その、いたずらをばらしちゃいけないみたいな気遣いはなく、相くに感想をくれていますと。うんうん そういう人たちがいました。あとは、気づいてない人に期待する人っていうのが二つ目のパターンで出てきます。はいはい。これは、一見するとさっきの何も気づいてない、人が変わったことに気づいてない人と見分けがつかないコメントをしてるんですけれども、うんうん、例えば、夏みんさんがツイッターで、普通にカ事の話のコメントをしてくださってるんですけれども、これ普通に気づいてないのかなと思ってたんですが、ウェミズさんに聞いたところ、 人の入れ替わりの違和感をすで、うん、<laughs> に気づいていらっしゃっ,とったという。あれは誰ですかって分かった上でこのコメントをしていると。<laughs> マイクじゃないですかねってことは言ってたんですけど <laughs>。<laughs> <laughs> マイク違ったら違うんですねっていう感じで回答したんですけど <laughs>。<laughs> それ、その説明にどんな反応 <laughs> いや、なんか、 今だ言っちゃいけないんだろうなっていうのを指してくれたって感じで、あ、マイクだったんですねって言ってくれました。<laughs> やはり、擬態するだけあってあの、空気を異常に読める能力をお持ちなんだろうと思うんです。<laughs> すごいですね。でですね、人が変わったことには気づいた人たちのうちの3番目のパターンとして、困惑していろいろ考えてしまう人っていうのが出てくるんですね。ううん、うん で、一つの例はですね、これ、あの、加盟として、ンジ君としますけれども、うんうん、あの、構成やってくださっている相場さん宛に、LINE を送ってきてくださって、はい。その内容、まあ、ぼかしますけれども、うん、ヤビさんが変わったこと自体は気づいたんだけれども、ヤビさんがいなくなったっていうことについて、周りの人が全く指摘をしていないのがおかしいと。はい、うん。<laughs> 指摘するのはタブーなのか本気で、それとも本気でみんなヤミさんの声がただおかしくなっているだけなのかっていうのが、こう、どういうことなんだっていうのが分からなくなってしまった。ということで、<laughs> 怯える LINE を送ってくるっていう事件が発生しました。<laughs> 一体何が起こってるんだと。<う>誰もなんで言わないんだと。明らかに変わってるじゃないか。<laughs> うんうん、なのになんで誰も突っ込まないんだい政治とかでよくありますよね。そうそうそう。 <laughs> なんで声を上げないんだ、誰も <laughs> う <laughs> 若干の恐怖がうかがえる文面で送られてきてす、<laughs> 非常に申し訳ないことをしました。真治 <laughs> 君、ごめんなさい。いや、ほんと申し訳ないですね。ちょっと爆笑してしまいましたけど。<laughs> でですねあの、今回撮りたかったメインがこの件の考察でございまして、ちょっと長くなるんですけれども。はいはいはい。ここからは考察ですね。はい。はい 新んの脳内をちょっと想像してみました。新ん、うん、でシンジ君はですね、きっと他のリスナーが取り得る反応の選択肢いくつかあの想像したと思うんです。うん、入れ替わっていることを指摘する、突っ込むっていう選択肢が当然あるはずだ。もう一つは、入れ替わりには気づいてるんだけれども、言わないっていう選択肢がもう一つあるはずだと。と、うんうん、最後に、 入れ替わり自体に気がついてないっていう選択肢も、まあ、あるだろうと思ったはずなんですね。うん、まあ、これまで説明してきたようなパターンがあるというふうに思ったはずなんです。で、一番自然なのは最初の入れ替わりに突っ込むっていうことだと思うんです。うんうん、でも、本当に正体に気づいてる人たちって、あの、最大限逃げ終わせるだけで明確な突っ込みを入れてなかったですよね。うんうん、道さんとか玉川さんとか。 だって分かってるから、ばらさないように気を使ってくださって、そのようにしてく,くれてるんですけれども、はい、なので、A の,そのと一番自然な選択肢がじあの実際には起こり、起こらなかった、うん。そうすると、シンジックの脳内の選択肢として残ってるのは、2つ目の、えー、気づいてるが言わないっていうものか、うんうん、入れ替わりにそもそも気づいてないっていう2つになるんですけれども、このシンジックの文面を見る限りにおいて、 入れ替わりに気づかないなんてことは、そんなバカなことはあるわけないみたいなトーンだと思うんですよ <laughs>。<laughs> <laughs> なので、あり得たとしても、現実的でないっていうことで消去されると思うんですうん,うん,、うん。そうすると、3つの選択肢のうち残るのは、みんな気づいてるけど言わないっていうことになると思うんですね。なんか陰謀論みたいになってくるわけだね <laughs> 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 もしや、みんな、 こんなに言わないってことは何かあるんじゃないかって当然思えてきちゃうわけです。うんうん、そうするとですね、あの、これまで見てきたように、入れ替わりに気づかなかった人も実際にはいたんですけれども、うん、これが、あの、夏みんさんのように気づいていない人に期待する人、気づいて、本当は気づいてるんだけれども気づいてないように振る舞う人に見えてくる。本当に気づいてない人たちも、 擬態してるように見えて <laughs> 全員何か隠してる。全員隠してるっていうて。知らないのは僕だけかもしれないみたいな。な, <laughs> なんかあるんかもしれない。<laughs> 面白いな。そういう構造がここに生まれたんじゃないかっていう。<laughs> はあ。それはすごい社会実験でしたね。これ、恐ろしいなと思うのは、誰も言っちゃダメだと言ってないことについて、 うんうん、みんな言っちゃいけないって思ってるわけでもないのに言わないっていうことが何の強制も働かずにただ自分の想像の中で強化されて勝手にみんなタブーだって思ってるかもしれないみたいな推測のどんどんされていって結局みんな誰も指摘しないみたいなんですんなるほどねで事情をそれほどわからない人にとっては何かタブーが存在しているかのように。 想像されて、勝手に作り出された空気の圧力に従って、何も言えない状態になる。いや、これ恐ろしいことだと思いますよ。言いたいことも言えない世の中の縮図を見ました。そうだね。空気が醸成されていったんだ。こんなことになるなんてね、最初のいたずらの色で全く想像してませんでした。<laughs> まあでも、本当あれかもね。世の中の、こう、会社とかもね。ね 社長は例えば風通しとか本当に思っていたとしてもこういうことが起こったりもするよね。周りの人のコメントとかを、ね、周りの部長たちが言ってることとかをつなぎ合わせていくと、これはみたいになっていって、みんな疑心暗鬼になっていって、どんどん言わないみたいな、えー、風通しは嘘だみたいな感じになっていくみたいな。なでね、で誰も全体像を把握してないと思うんですよ、この構造を。そこの一つ一つのコメントを言ってる人たちっていうのは、この 全体的な状況を何も知らないはずなので、何の悪気もなくやっていることが、このような言わせない空気を生むみたいなことになっていて、うんうん、恐ろしいことだなと思いました。いや ななんか学びになりますねやっぱ最初になんか意図を説明する <laughs> まあ今回はいたずらだから意図は説明し,しなかったんですけど、えー、なんか何かねプロジェクトやりたい人とか会社やりたい人とかっていうのはやっぱ意図を説明してやらないとなんか変な方向に空気を読み始めてどんどんおかしなものになっていくみたいなことはあるのかもしれないですね。はい、でしかかかももも言葉っていかようににでも裏が読めるからうん、うん、今回も素朴に 感想を述べただけの人と、そうね。あの、<laughs> 期待した人と、まあ、表面上は区別がつかないので、うんうん、どのようにも解釈は、背景は解釈できるですけど。繰り返し意図を伝えてもどうしようもないかもしれないとかそう。信頼性というか <laughs>、うん、そうね。言葉の誠実さみたいなものが、どれだけその中で信じられるかとか、そう,そ,うそういうのが大事なんだろうな。 っていうのをこの例でちょっと、ね、恐ろしさを感じながら身に染みましたね,ね。そうだね、そっちだね。もうテクニックじゃどうしようもない次元かもしれないですね。なんか頑張ってやったところでじゃなくて、ひ信頼できるかどうかっていうどれぐらい信頼関係を結べてるかで、うん、まあまあこれで違いないだろうと信じられるみたいなやつだよね。言葉はいくらでも尽くせて説明できるんだから、それを本当に誠実なものとして受け取って もららえるかかってわないですよね僕たちは受け取ってもらえないゾーンになりましたけどね。そうですね。あの、<laughs> もう私のこの思いつきのせいでですね、今後の、あのー、ソリューションの信頼性が地に落ちました。まあ、ソリューションに関してはね、<laughs> 別に僕たちが本当に思ってるか思ってないかとかよりも、役に立つかどうかで判断してもらえばいいですね。そこは良いかと思います。言葉でねね受け取ってもらえば、ねはい ご判断いただきたうん。ただ僕たちが、例えば、辛いとか言っても辛くないんだろうなとか、楽しいとか言っても辛くないんだろうなとかって思われる。<laughs> <laughs> 不誠実なものとして見なされるという、うんうん、今回のいたずらで代償として払うことになってしまいました。払う価値のある実験結果でしたね。<laughs> <laughs> なので、<laughs> 皆様、あの、大変ご迷惑をおかけしましたが、あの非常に面白い結果が得られまして、 あの私は嬉しいです。ちょっと待って、どっち担当サイコパさん当ですかあ,あ僕、プロシャチック担当ああ。入れか、もうそこも入れ替わっていた。<laughs> いや、もうやめてください。<laughs> <laughs> <laughs> もう一個、うんうん、あの、感想をいただいていて、これちょっと特殊なんですけど、はい。これも困惑してた人の一人。はい。t w i t t x で松井大蔵さんっていう方、ツイートなんですけども、 アートの域なんだろうけど、初めから聞いてきたので、遡って聞き返したけど、経緯がわからなかったと。パラレルワールドにも酔い込んだ主人公がその違和感に気づき始めるというような体験をさせていただきましたと。<laughs> 異世界体験できるのは、シャープ一から聞いていたおかげ、みんなも落ちればいいよ。サイコパス強すぎだろ、このまま行ってほしいですっていうコメントもいただいてまして。あ,ありがたいですね。勝手にアートだと思っていただいて。<laughs> <laughs> 勝手にアートだだと思ってい,ただいた、ね、確かにね。悪ふざけですからね。うん。<laughs> ありがとうございます、えー。サイコパス強すぎだろうということで、私の案なんですけど、あのサイコパスって。僕のアイデアじゃないですからね。すいません、私の詞はでございます。誰もこんなことになるとは思ってなかった。思ってなかったね。いやー、やっぱり、でもね、普通に挨拶してても、どうだったんでしょうね。 ここんなことにはもちろんなってないと思うけど。うん。そうなんでしょうね。で結局、その、この次の回で、ネタばらしをして、あのうん、入れ替わりましたよって話をした後とも、なんか、あの非常にあの、このいたずらに対して、お叱りの声があるかなと、ドキドきして待ってたんですけど、非常にあの、ウェルカムなコメントなどですね、あのいただきまして。 こんなことをやったのに受け入れてくださるリスナーの皆様には感謝しかございません。いやもうね、<laughs> コンテンツで返していくしかないですよね、ここからね。そうですね。ちょっと、あの、こんな感じで、あの、変なことをたまにやり始めるかもしれませんけれども、ここは、あの、初代との色の違いとして、楽しんでいただけると、そうですね。嬉しいなと思います,す、ね。たまにサイコパスとプロシャチックが入り替わったりする。<laughs> そうです。<laughs> 今変わったみたいなことをね。 あの3分5秒から 6, 6分38秒まで変わってたよねみたいなことを当てに行くような <laughs> そういうコンテンツになればいいですね <laughs> そうですねこんなとこでしょうかはいこの番組では皆様からの相談やお悩みのお便りをお待ちしております仕事恋愛家族のお悩みなど何でも大歓迎ですお便りは番組概要欄のメールフォームからお寄せください また、スポティファイや X で番組をフォローいただけると、えー、更新通知が届くので、ぜひお願いします。番組の感想は、ハッシュタグ、シャチコパスでポストしてください。それではまた次回お会いしましょう。アシスタントのマサでした。ありがとうございます。ありがとうございました。